セックスの力、キリスト教の教え、どうやら怪しげなものらしいという、まあそういうのが最初の印象ですよね。でそう思ってました。自分の信念だったことなの？まあ、そうしか言えませんね。で、悪いとは思わない。メンバーたちはメディアの質問に答えていく。このイエスの箱舟事件、マスコミとかね、そういうもので作り上げられた事件であって、本当は何もないんです。ありのままを書いてほしい、ありのままを報道してほしいと思います。真実とは何か、親御さんの無理解による暴動っていうか。一つ屋根の下、食事を共にし聖書を学ぶ。解散なさるんですね、イエスの箱舟は。嫌疑不十分などで不起訴に。全ての女性メンバーたちは家族の元に帰り、一連の騒動は収束したかに見えた。静かに、しかし生活したいと思っております。天にいます私たちの父よ、あなたの御名が崇められますように、あなたの御国が